また特定野党がパフォーマンスをやっちゃってるみたい。今回のパフォーマンスはなんと森会長に抗議する意味で、白いジャケットと白いバラを活用してパフォーマンスをやっちゃってるみたいなんだよね。完全に見え見えのパフォーマンスなんだけど、一応その様子を MI2 さんのツイートより見てみて。 MI2 森会長に抗議で、今日の予算委員本会議で森喜朗会長の発言に抗議する意味で、白いジャケットを着た野党女性議員と、これに賛同する白いバラをポケットに入れた野党男性議員。アメリカで女性政治家を進めるシンボルカラーだとされている。ホワイトアクション。森会長の発言に抗議するため、野党の女性議員約20人が白いジャケット着る。野党の男性議員。胸ポケットに白いチーフやバラを入れ、賛同の意思を示す。もう起きれるよね。これってあの MeToo 運動と同じ類のパフォーマンスなんでしょ？どうせ今だけ限定のパフォーマンスだろうし。もう見え見えだよ。しかも、毎回お決まりのメディアと結託してのパフォーマンス。いつまでこんなことを続けるつもり？特定野党はそんなに日本の政治を空転させたいの？もううんざりなんですけど。そもそも今回の件はマスコミの悪質な切り取り報道だし、女性は話が長いで批判することにも無理が生じてるんだよね。だってこの前の立憲民主党の女性議員の4分超えの質問しかり、森会長を批判するメディア自体が女性を上層部に全然起用していなかったり、バイキングで森会長を批判してる坂上忍自体も、過去に女性は話が長いとは比べ物にならないほどの超女性蔑視発言が発掘され拡散されるなどなど、森会長の発言とは別のところにどんどん飛び火してるんだよね。そんな状態での特定野党の今回のパフォーマンス。もういろいろとめちゃくちゃだよ。あまりにもめちゃくちゃすぎて、愛と口が塞がらないよ。とにかく今回の特定野党のパフォーマンス。また支持率が下がると思うから。与党と対峙できる野党。今年も生まれないのかな。ほんとため息しか出ないよ。